テレビアニメ幸福グラフィティエンディングテーマ笑顔になる発売記念、大神明日香がお料理作ってみた。はい、ということで今回も料理を作っていきたいと思います。これね、バレバレですよ、バレバレもうテーマ出す前に分かっちゃったんですが、今回たこ焼きを私作りたいと思います。もともとたこ焼き屋さんでバイトしてたことがあったので、たこ焼きにはすっごい自信があります。任してください、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、心配しないでくださいね、今回はいけますよ。ということで早速作っていきます。ヒントが出てきた。タコを適当な大きさに切りましょう。これタコ、すごい、見てタコの足とこんななってんの、これほどくの。とりあえずタコを切ります。うう、おお、すごい弾力、うわ、いい感じなんじゃないですか。なんかタコができた。次は生地を作る。生地はこれが粉、適量でねやります。適量ってなん、適当な量が適量なんでしょ、適当な量でしょ。これ測り使い目あるのかな、私知らないんだけどなんか縁起がいい数字とかにしとく、 77g とかにしとく。あ、ぴったり 77g になったすごいな。じゃあここにちょっと水を入れますよ。どれぐらい入れるんだろうな。私たこ焼き屋で働いてたけどね、3ヶ月しか働いてなかったんだよね。どこでいいのかな。こんなんだったっけ。やばい。とこれに卵入れます。綺麗に割れた。何個？誰も教えてくれない。誰も教えてくれない。あ、でも、あ、でも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 、たこ焼きってこんな感じな気がする。お、よくない？粉が足りないのかな。たこ焼き屋はウィーンってやってました。ウィーンってえ、固くない、え、固くない、え、固くない気分転換にこの辺のもの入れてみようかな。化学反応起こすかもしれないじゃん。あ、起きたかも、化学反応。ほらついでにちょっとこの辺のも入れとこうかね。卵足りないのかな。ほら、みんなが求めてるドロドロだよ。すごいね、これでいっか。焼きましょう。ということで、鉄板に油を塗り、生地を入れ、具材を入れます。はい、鉄板に油を敷きます。懐かしい、これでやってたよ。ここはね、できるよ。こうでしょ。こっからあれだね、腕の見せ所だね。よし、ちょっとね、違うよ、ここ拭くだけだよ。なんでキッチンペーパー出しただけでって言ってるの。はぁ、緊張する。ファイヤー。こうして、こうね、こうね、
これ理想、理想これ。おー、そうこうしてるうちになんか油が跳ねてる、跳ねてる、跳ねてる。いやちょっとね、油との相性が良くないから一回切ろうかなと。一回切って落ち着いてもらって、もう安全第一ですからね、料理は。ちょっといい感じじゃないですかこれ。いい感じじゃないですか。さあ、タコ入れます。タコ。一個外れだな。ファイヤー。あ、これね。いや、みんな大好きおネギだよ。よしよしよし。ちょっとらしくない、らしくない。オペを始めます。いやでもたこ焼き作るのすごい久しぶりですね。できるかな。そんな空気。これとかいい感じ。さあもうすぐ完成ですよこれ。たこ焼きはね、見た目じゃないんだよ。ここはたこ焼き屋っぽくないですか。ここだけ。まあ大丈夫でしょう。よいしょ。あっ、うん、ソースかけますよ。豪快。おいしそう。ちょっと雪をイメージして。あ、綺麗に綺麗に描かれ。はい、できた。自信作。はい、たこ焼き。これはうまそう。ということで早速試食したいと思います。
自信作です。いただきます。ほらこのね、かつお節が踊ってるとこがいいんだよね。どこから行こうか。でもロシアンたこ焼きだからね、2分の1でたこ入ってないんだよね。これいきます。いただきますよ。まあね、ほら3ヶ月しかバイトしてないしね、たこ焼き屋で。うんうん、仕方ない。皆さんもぜひこのたこ焼き使ってたこ焼きパーティーしてくださいね。以上、大亀明日香のお料理作ってみたでした。ソースは甘いな。ソースは美味しい。